進出していこうとする1番の佐藤浩二、九州ラインが動きました。この動きに短期の面々乗り換えていくか、7番の野村澄宏、さらに4番大崎和也も続いていきまして、さあ4番大崎和也九州ラインへと絡みます。この中段後ろからも5番のマシュー・グレーザー、番手の争いがせめぎ合い、2番の渡辺、内に3番の佐々木龍、さあこの4コーナーでは3番佐々木龍がさばきまして2番手と上がっている。福井勢がその直後3、4番手となって残り1周切りました。5番手に1番佐々木浩二、直後も並走ですが後続引き連れて5番のマシュー・グレーザー、2番手虎視眈々と3番の佐々木龍です。佐々木龍2番手から、そして中段後ろから1番の佐藤浩二もまくろうとするが、5番のマシュー・グレーザーのスピードが目立つ。3番佐々木龍2番手からなかなか差が詰まりません。 2番渡辺トム、3番手マシュー・グレーザー快勝ゴールイン、2着3番佐々木龍、3着2番渡辺トム。